森永太郎とポント超 LG ノー MC でいきます。いいですか。
の綺麗な互いの
話題になってましたけど、まあ、ブレイクブレイクのメインにしてクリムゾーンファーストアルバムやろうと、まあ、こういうことで、さあまた1月はね、21世紀の精神異常者真ん中のクリムゾーンをやるとね、タロ君何か言ってくださいよ。はい、まあ昨日との境目がなくて、まあ、飲みすぎました、また、はい、そして記憶はなし、浅草から徳永純さんの絶品でしてる、まあ、なんとなく帰ってきました、なんとなく自動的に帰った電車バトルです、また東本のね、今日もなんとなく来まして、今日も飲み放題だよね、今日もね、というわけで、また洋楽になります。もう喋らっていいの、クリムゾーンの話とその他、そうでしたね、ジョン・レノンの話もしたいんだけど、少しどうぞ。ダコタハウスの前でジョン・レノンで殺されまして、あれね、はい、いろんな話があるんですけどね、まあ、ファンに殺されたって話したんですけど、最高のあれ違いますね、 CIA です、 CIA が殺した、なぜ殺す必要があるか、簡単です、当時 IRA ね、アイルランドリパブリックアーミー、独立、アイルランド独立軍の過激派ね、いや今の言葉どっちがその正義か分かんないんですけど、こういう場合はですね、の最大のスポンサーだったんですよ、ジョン・レノンが、ね、もう当時ロンドンとかダブリンで爆破事件がたくさんありましたけど、あの今の、ほら、イスラム国みたいにね、いっぱいあったんですけど、 IRA の仕業、それの最大のスポンサーがジョン・レノン、どうやら私も知りませんよ、ちまったの噂で、でちょっと CIA が邪魔になっちゃって殺された、まあこういう説があって、私も検証しようはないんですが、まあさもありなんかなと、まあその後、まあ平和運動ね、結構やってたわけで、彼もね、あれやこれやそれや、まあ先ね、あのクリスマスの歌もございましたけど、彼は一方でイマジン、あの神も仏もあるかいとか言って歌ってて、でハッピークリスマスって矛盾があるだろう、でもあれハッピークリスマスってね、用意増加なんですよね、あなたが望むなら戦争は終わるだろうって、クリスマスってイベントに乗じて、ベトナム戦争を終わらせようみたいなね、まあ、そういう歌だったわけで、まあなるほどみたいなね、ジョン・デンバージョン・デンバー知らないけど、今危ないのは U2 のボノね、ノーベル平和賞もらうか暗殺されるかどっちかみたいな、そういう噂もございますが、これぐらいしておきましょうか、はい、はい、カロン君お出します、フロントマン、相変わらず長かったでは、まあなかなか
英語恥ずかしいですけれども頑張っていきたいと思います。ではなんだボズスキャップスの曲です。では回してるみたいなそんな状況でございます。まあでは最後に近づいてきました。まあまだ始まったばっかりまだ中盤だよでだけれどもなんでしたっけ次はニルソンが歌いました。ニルソンの歌はマリザーというやつです。黄昏は寂しい
心です。皆さんは砂糖水ってご存知ですか？コップ1杯の水とスプーン2杯の砂糖を混ぜれば出来上がりのやつです。僕はその砂糖水で3日間生き延びました。皆さん年の瀬いかがお過ごしでしょうか？僕の部屋ね、ゴキブリいてないんですよ。食べるもんないからね。でもこの間1匹だけおったんです。そのゴキブリね、足腰フラフラでした。知らないけど、いたって先生、バンドがフラフラ。大体ね、我々一番目か二番目じゃないとダメですね。酒が回っちゃって、のんべえバンドだと思うんですから。はい、ラスト。まあ、クリスマス系もなく、皆様との楽しい時間もですね、私たちの仏教徒ですからね、時間。まあ、終わりに最後の曲になりました。まあ、押してたってことで。
私たちで取り返し、これは3番から3番からやりますから、そうだって言わないで、ちょっと今あのバンドの正常な判断力がなくなってるから、そうだ、1番から、ね、メンバー紹介を行います。メンバー紹介、向かって右側ですね、ベース担当の宇都宮さんです。今日18国三浦さんにやっていただきました。そしてリードギター担当赤羽さんです。そしてキーボード担当の一郎さん、そして、マイクを渡すと私の10倍喋るリーダーの高木純次郎。の由来は、まあ、私以外は皆さん京都出身ということで、京都のポント町で先ほどなんか話されてましたけども、あの和田博士とマヒナスターズの曲に入れてくるところで、まあ、飲んでたと、また相変わらず飲んでたというわけでありがとうございました。アコールアコール、神戸か北神戸、はい、ありがとうございます。アンコールありがとうございます。じゃあ噂の女で、噂の女で、はい、最後これでブシッと締めると、噂の女は2番ですよ、途中で終わらないようにね、3番までいかないようにね、はい、ありがとうございました。本日はどうもういっす。 Bye.